tb-1 リアーノブスックエアクラフトミュージアムのアントス4ツポレフ tb-1 はソビエト連邦の重爆撃機である。長年にわたってソ連爆撃機戦力の主力として運用された単用機であり、ソ連で製造された初めての大型全金属製航空機だった。1924年にソ連空軍はザギー中央航空流大陸学研究所に 重爆撃機の設計を命じた。ザギーは、アンドレイ・ツポレフの率いる部門にその課題を担当させた。ツポレフのチームは、ジュラルミンナミイタガイ班。これは、フーゴイ・ユンカースのユンカース・ Di が、先駆者となった全金属製航空機の設計技術を利用するためのツポレフの先行研究に基づいていた、を用い、二つのネピアライオンエンジンを搭載した、総発の、 全金属製単容器アンとマイナス4を設計した。最初の試作機は1925年にモスクワにあったツポレフの工場の2階で製作されたため、試作機を分解して運び出すために際に建物の壁を取り壊す必要が生じた。モスクワにあるホディンカ飛行場での再組み立ての後、アンとマイナス4は1925年11月26日に初飛行した。 アンとマイナス4の試験は成功を収め、キ b ビーマイナス1として生産に移されることが決定された。しかし生産は遅延した。これはアルミニウムの不足と高価な輸入品のライオンエンジンの代替を見つける必要があったためだった。代替エンジンには BMW6 後にソ連による同エンジンのライセンス生産型のミクーリン M-17 が用いられた。 生産は最終的に1929年にモスクワのフィーリの元ユンカース社の工場で始められ生産が終了する1932年までに2機の試作機に続いて216機が生産された。膠着装置に車輪を装備した型とフロートを装備した型の両方が生産された。モスクワからニューヨークに飛行する g 九1 9 2 9年最初の生産機は 非武装の民間機として完成され、と名付けられて、モスクワからニューヨークへの宣伝飛行を行った。この機は、シベリアを経由する、東向きの航路を取り、21242km の飛行距離と137飛行時間をかけて11月3日に、ニューヨークに到着した。TB-1 は、ソ連空軍の最初の標準的な爆撃機になり、 フロートを装備した水蒸気型は来撃機として使用され、また航空測量にも用いられた。スブナンバーワン TB-1 と2機の I-4TB-1 は実験にもよく使用され、2機の I-4 戦闘機を翼上に搭載するズベノープロジェクトの最初の母機としても使用された。重爆撃機としての TB-1 は、 よく似ているがはるかに大きな四発重爆撃機 TB-3 に更新され、多くが民間機輸送機に換装され、G-1 の名称を与えられてアイロフロートとアビアーアークティカで使用された。アナトーリー・リャピジェフスキーの操縦するアビアーアークティカの TB-1 は1934年2月12日に、ベーリング海峡の近くで氷海に閉じ込められた、チェリュスキン蒸気船の乗員救助の際に、 重要な働きをし、リアピジェフスキーは、ソ連邦英雄の称号を得た。G-1 は、アビアーアクティカで1948年まで使用が続けられた。アビアーアクティカで G-1 として使用されていた一機の、アントマイナス4が、リアーノブスクエアクラフトミュージアムに保存されている。出展。 ザオスプレイエンサイクロペディアオブロシアニアクラフト1875995所元性能武装関連キザイニシャルバージョンオブディスアーティクルワズベースドオンマテリアルフロムアビエーション RU It has been リリースドアンダーザ GFDL バイザコピーライトホルダーありがとうございます